こ先生と学ぶ鏡は。こんにちは、まさみさん。こんにちは。今日は、はい、素敵な生物マダコについてやっていきたいと思います、はい、いいですよね。いっぱいいますからね今日、はい、葉山、はい、でマダコの特徴です、はい、まずマダコ8本の腕を持ちます。そうですね、はい、いっぱいありますね。8本、はい、で体の色を変えて周りに溶け込む忍者みたいな生物です。あ、確かに色変わりますね。白っぽくなったり茶色っぽくなったり。よく擬態してます本当に、うん、気づかないで踏む時あります。で心臓が3つあるらしいんですよ。3つ。どことどこかどこか分かんないんですけど。それ大事で好物はヤドカリが大好きです。あ、もう殻とかたくさん入ってるよね。いっぱいありますね、うん、でヤドカリの他にもあとカニ、うん、いっぱいいますね。早間にも。そうね、小人類たくさんいるね。一番好きなのは伊勢エビ。伊勢エビね。なんか早間のタコが美味しいのは伊勢エビを食べてるからって。そうなの？漁師さんが言ってましたこの前。本当なのかは分かんないんですけど。え、信じようよとりあえず甲殻類が大好きな生物ですね。で逆に苦手な。あ、苦手、天敵ってこと？苦手な生物です、うん、まずイソギンチャクとかが嫌いです。そうなんだ。なんか極秘動物がすごい苦手みたいで、ウニ、人でも苦手みたいです。そうなんだ。だからソメイヤドカリとかマルガザミやイソギンチャクに隠れるのはそういう理由らしいです。へえ、タコ天敵。天敵なんですよ。一番タコが嫌いなやつは、うん、皆さんご存知の通りウツボくんですね。天敵だよね。天敵ですね。いつも近くウロウロしてますしね。でよくマダコの抱卵の近くで襲いかかってたりとかするね。ついこの間見た。僕葉山と三浦で今年2回も見ました。あ、で泣きそうになりましたでもちろん人間もマダコ大好きですね。大好きです。もう葉山の海産物の中でワンツーを争うぐらい好きです。美味しいです。美味しいです。で僕の最近ハマってる食べ方です、はい、これ なんて言うんですか。マリネって言うんですか。カルパッチョ。カルパッチョって言うんですか。マリネ。なんかオリーブオイルかけてレモン絞って塩かけて、うん、唐辛子パッてやってる。簡単にすごい作れる料理です、うん、こいつね。こいつです。で僕が今までに撮った中で唯一ちゃんと撮れたマダコの動画です、うん、で卵はメスが基本的にガードします。そうね、お魚と違ってね。そうですね。で約1ヶ月の絶食を乗り越えて子供たちに酸素を送り続けています。で時に天敵のウツボに襲われて近くで亡くなっている子たちもたまに見ますね、うんうん、ちょっと切なくなるよね。切なくなります、うん、で卵 の数は10万から20万の産むんですけど、うん、そのうち何匹ぐらいが戻ってきてくれてるんですか。いや少ないでしょう。少ないですよね。マンボウもそんぐらいでしょ。マンボウもっと産みました。知らないマンボウ見たことないもん、生きてるの。無事子供たちが帰るまで静かに見守って、で帰った後は静かに亡くなってますね。その後も多分ウツボたちに食べられてるんですか。食べられてるね。抱卵が終わる頃食べてるよね。あ、そうですね、うん、でただ食べられるだけじゃなくてウツボもちゃんとガードをします、はい、ちょっと撮影のためにどかしたサザエの殻があったんですけど、それ器用にヒュッと足だけ伸ばしてガードしてますね。城壁の作り方というか組み合わせ方すごいよね。うまい子います。本当 本当に外せない子います、うん、で最後に命に感謝してで素敵な生物たちに感謝していきたいと思いました。また出てくるの最後はもう締めはこれって決まってるの。最後チョコか人参かチップで出します。なるほどね。ありがとうございました。ありがとうございます。